うむ、なんだなんだ。今日は PSP のパワプロか。PSP のパワプロはいいぞ。何世代1世代の高校時代、大学時代のサクセスがあるし。なんといっても女性主人公が存在するからな。時代を先取りしている感じがしてたまらないぞ。ということで皆さんこんにちは。六道ひじりだ。今回はどうもよろしく頼むぞ。お前たちは PSP のパワポタをプレイしたことはあるか？パワポタはマジで面白いから購入することをおすすめさせていただくぞ。お客さんか。どうぞ入ってくれ。やあやあ、また来てしまったよ。怒り守るだ。よろしく頼むよ。なんだ、怒りさんか。もう飽きたぞ。失礼な、怒りコンチェルンの次期社長だぞ僕は。そんなことどうでもいいから相談ってなんだ。今回の動画はパワポケリメイクも発表されたことだし、パワプロの伝説のリメイク。サクセスレジェンズがどれほどクソゲーだったのかについて教えてほしい。なあ、あれか。なんだか懐かしいぞ。それじゃあよろしく。わかったぞ、それじゃあ開始させていただく。開始だ。それではこれからパワプロ史上最悪のクソリメイク、サクセスレジェンズについて紹介させていただくぞ。まずはこのサクセスレジェンズがどんなゲームか簡単に紹介させていただく。パワプロサクセスレジェンズは2010年2月25日に PSP で発売された作品だ。シリーズでも人気の高いパワプロ5とパワプロ6のサクセスを収録したゲームとなっている。パワプロ5とパワプロ6のサクセスはどんなサクセスか知っているか？任天堂64で発売された作品だよな。そうだ。パワプロ5は任天堂64にて発売された作品で、パワプロシリーズの中でも多くのファンがいる作品だ。パワプロ5では初となる高校編のサクセス、パワプロ6からは初となる大学編。どちらのサクセスもユーザーからの評価が非常に高く、めちゃくちゃ人気作品ということがわかっているな。この頃はパワプロも売れたからな。固有キャラクターとイベントも大幅に増え、ストーリーの楽しさも強化。当時からしたら革命的な作品だったんだ。なるほど。しかしそれだけ人気のサクセスがなぜリメイクで失敗したんだ。確かにシナリオはそのままでストーリーは面白かったんだが、パワプロ肝心の育成システムが問題だらけだったんだ。育成システム？まずはくっそ長いプレイ時間だ。パワプロ5とパワプロ6のサクセスはショートカットさえすればだいたい1時間くらいでサクセスが終了するのだが、このサクセスレジェンズ、真面目に育成するとこれの倍以上の時間がかかってしまうのだ。は、なんでだ。今回のサクセスは主人公がキャプテンになった場合の仕様を大幅に変更しているんだ。パワプロ6の頃はキャプテンになると都市リーグでは主人公の操作のみだが、全国大会になると7回から全員操作するという仕様だ。しかし、サクセスレジェンズは全ての試合を7回から全員操作するという仕様に変更させられているんだ。まあでも今までのパワプロもそうだししょうがないんじゃないか。いや、これは大問題の仕様なんだ。なぜならパワプロ6の熱血大学は1年目から主人公がキャプテンという仕様で、地方大会から全ての試合を操作しなければならない。つまり地方大会4回戦を全員操作し、その後全国大会2回操作をする。これが年2回の3年間、つまりサクセス1つだけで最大約30試合を行わなければならないんだ。30試合だって。これによりパワプロ6では長所であるキャプテンになるメリットはなし。キャプテンの権限を剥奪するイベントを自ら起こさなければならないという、謎のイベントを引き起こさなければならないんだ。嘘だろ。続いて熱血大学でチームメイトのやる気が表示されなくなった点について。パワプロ6熱血大学ではチームメイトのやる気が育成上重要な要素であり、やる気がなくなるとすぐに退部してしまうが、やる気が一定以上なら優秀な練習を提案してくるという、毎週毎週チェック管理をしなければいけないという結構重要な要素。この要素がなくなってしまうとどうなると思う？うん。熱血大学の個性が死んでるな。そうだ。パワプロ6でも特に人気なシナリオである熱血大学は無事死亡。なんでこうなってしまったという最悪の仕様変更が目立ちすぎているな。続いてミートカーソルの最大値を8から15に変更している。サクレジェが発売した時期は2010年であることからパワー以外の能力値は全部15。パワプロ6の頃はミートは6で、さらにエラー回避、補給が追加されていることから、経験点が64より多く用意しなければならないことがわかる。しかし、このサクレジェの調整は経験点が64の頃より若干入るようになっただけで、実際育成効率は最悪。
あの頃のように強い選手を作ることは難しいな。パワプロ級の頃からそうだったが、やはりこの調整は難しいんだな。しかもパワプロ5、6と違って初期値も低いからその時点で大変だな。続いてスルメ大学の劣化。パワプロ6のスルメ大学は試合のみで選手を育成するモード。このモードでは投手の場合二刀流の選手を育成することができ、夢のある選手を作れる最高のモードだったんだ。懐かしいなぁ。出来高払いで能力が上がるシナリオだよな。もちろんここでもミート15段階の弊害があるのだが、問題は投手は投手能力しか上がらないという、残念すぎる展開しかないな。一体どうしてこうなったのだ。続いて試合に入ると高確率で発生するフリーズ。調整不足なのか CPU 不足なのか知らないが、とにかくフリーズしてしまう。ある人の記事を見たが、5連続でフリーズしたらしい。5連続でフリーズだと。もちろんフリーズしたら能力が全て下がり育成失敗。もう絶望だな。これゲームとしていろいろやばいだろ。以上がサクステの問題点だな。これ問題点だらけじゃないか。何かいいところはないのか。いいところはある程度存在するぞ。まずは綺麗なグラフィックでパワプロ5、6をプレイすることができる。PSP とはいえパワプロ5、6を進化したグラフィックでプレイできるのは素晴らしいぞ。少年の頃やった記憶が蘇る最高の作品になっているんだ。少年の頃の記憶が蘇る。いいな。その他にもスルメ大学に田中以外のチームメイトが追加される。パワフェスで登場したチームメイトはこの作品が初だな。この作品で乙女とか村雨とかのグラフィックが追加されたんだ。ほう、そうなのか。知らなかった。以上だ。え、他にないのかい？はっきり言おう。試合操作も PSP なんてやりづらくて仕方ない。さらに育成もしづらい。はっきり言っていいところはあんまりない。パワプロ5、6を買った方がいいという結論だ。こりゃダメだ。ということでまとめいくぞ。パワプロサクセスレジェンズは擁護できないほどのクソゲー。この作品を初見でプレイした人はまだマシかもしれないが、この作品をリメイクとして楽しんでいる人は絶望。結果的に最悪のリメイクとなったという感じだな。なるほど。サクセスが主体の作品なのにサクセスが最悪って。それもう作品自体が終わってるじゃないか。その通りだ。というよりもパワプロのリメイクで成功した作品を見たことがない。あのパワプロスイッチでさえ調整不足、連連高校、そよ風、玉八がないと。パワプロ級ユーザーの期待を裏切る形になったからな。まあ、正直あの作品は黒歴史だよな。だけどまだまだリメイクが望まれている作品は数多くある。パワプロ16発売までの架け橋をなんとか作るしかないな。第3世代の物語がどんな物語なのか気になるしな。楽しみにしているよ。ということでこの辺で終了だ。それでは、さよならだ。